年収で言うと1000万以上はあったんですけれども、ただどうしてその金額が出るのかっていう安定性がなかったんですね。実践会をした後に1ヶ月目で220万円、2ヶ月目320万円、2ヶ月で540万円です。皆さんこんにちは。こんにちは。今回はですね、潜在意識向上をされているまさみさんが入学2ヶ月で540万円の売り上げを上げられた秘訣についてですね、今回受講生実績対談として撮影をしていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、今回の動画を最後まで見ていただくことで、紹介での集客がメインだったまさみさんが SNS マーケだったり LINE の配信、そしてオンラインセールスを活用して、どういう風にして2ヶ月で540万の売り上げをね構築していったのかっていう、その秘訣やテクニック、そして全体像がね分かると思いますので、ぜひね最後まで見ていっていただきたい、嬉しいなという風に思います。現在のまさみさんのご活動内容を簡単に教えていただけますでしょうか。職業は潜在意識コーチをしています。内容は潜在意識を活用して起業したい方や人生を変えたい方のオンライン商品を販売しています。いわゆるスピリチュアル企業の支援であったりとか、あとはそのスピリチュアル潜在意識を活用して人生を変えていきたい、願望実現のお手伝いをされていく、そういったサービスをねされていらっしゃるということで、次ですね、ご入学のきっかけってところも聞いていきたいんですけども、ぶっちゃけ SNS の企業塾とかこういったスクールって多いじゃないですか、はい、その中で弊社を選んでいただけた決め手というか、そういうのもあれば教えていただきたいんですけども。実はこの SNS を利用したものを活用したいなっていうふうに思っていて探していたんですね。で、何社か受けたこともあったし、ワンデーのお話し会だったりとか、そういったものにも出たことがあったんですけれども、しっくりくるところがなくて、それで北野さんのところに、若いお兄さんだけど大丈夫かなって実際少し思ったこともあったんですけれども出てみたんです。そうしたところ、最初からすごくパンチがあるというか、面白い、楽しいな、楽しさの方がすごく伝わってきたんですね。なんかこれすごく活用できそうって、私もできそうみたいなところから始まって、そこでちょっと検討しようかなっていうふうに思ったんですが、その時たまたま自社でキャンペーンをしていたので、そこでワンデーセミナーで教わったことを活かさせてもらったんですよ。そしたらそこですでに3名の方が契約してくださることになって、もう絶対これだっていうふうに思って入学しました。ワンデーのうちのね無料勉強会っていうのもやってるんですけど、そこの内容を活かしていただいて結果が出たので、これはすごいということで本講座にもご入学いただけたということですね、はい、その他にも何かご入学の決め手とかきっかけとかってあったりされましたか。たくさんありました。最初からお客様がいらしてくださったから入ろうと思ったわけではなかったんですが、入りたいなっていうふうに最初から思ったんですね。やっぱりコンテンツの充実さだったりとか、そのコンテンツがとにかく真似しやすいな、 SNS の素人であまり触れたことがなかった部分も詳しく教えてくださるような感じだったの で、詳しいだけじゃなくて、とても分かりやすく実践しやすいような感じで教えてくださるっていうところがすごく良かったです。テンプレートになってるところが、これはそのまま使ってそのまま体現していったらいいんだなっていうところがとにかく決め手になりました。あとは北野さんから直接学べるっていうところがすごいことだなっていうふうに思いました。コンセプト設計だったりとかっていうところも直接お願いできたり、そこは本当にびっくりしました。そんなところも直接されてるんですかっていうふうに思ったし、入ってみて本当にここもびっくりしたのが、直接その質問してもすぐ回答してくださるところだったり、こんなこと質問しても大丈夫なのかなっていうような内容でも本当に優しく返してくださるっていうところに、すごく価値のあるものだなって、入ってよかったなっていうふうに思ってます。ございます。僕も現場主義をねモットーに活動しているので、初回のコンサルとか LINE の添削とかサポートとかも僕が全部返信させていただいてたりとか、毎週のグルコン実践会も全部僕がさせていただいてるっていうところがあるので、最初から最後まで僕から学べるっていうところに価値を感じてご入学いただく方もたくさんいらっしゃいますが、すごいそこをね価値感じていただけたということで、もうすごい嬉しいです。ありがとうございます。どうやってしてるんだろうなっていうクローンがいくつもいるんじゃないかなって思って僕一人でね、その代わりはうちも学科も一応プチ審査みたいな形でね、ある程度人数を絞らせていただいてやらせていただいてるっていうところもあるんですけど、入学前の状況はどんな感じだったんでしょうか。もともと潜在意識を活用したスピリチュアルスクールを運営していたりですとか、コーチ業っていうのをしていたんですけれども、そちらは紹介でほとんど来てくださるような感じだったんですね。年収で言うと1000万以上はあったんですけれども、ただどうしてその金額が出るのかっていう安定性はなかったんですね。なので安定させるために何かどこかで学びたいなっていうふうに思っていた。ちゃんとロジカル的にしっかり安定した収入を得るようにしていきたいなっていうふうに思っていました。そこを紹介頼みとかではなくて、しっかりと売上を自分でコントロールできるために、先生マーケティングをしっかりと身につけていきたいっていうところが入学前の状況ということで、ちなみに今回弊社スクールに入られる以前も別の企業塾とかに入られてたりされたんでしょうか。はい、実はありました。その時は名前は実践会っていう名前の講義はあったんですけれども、実践をするような講義ではなかったんですよね。もちろん勉強にはなりましたけれども、ただじゃあどうやってそれを自分のビジネスに落とし込んでいったらいいのかっていうことはちょっと理解ができなかったです。なので今回は実践ベースで講義が始まって感じたことは、実践会をした後にすぐに自分で実践していける、実践したらすぐ
すぐ結果が出るというか感触を得られるっていうところがすごく特徴だなと思いました。ありがとうございます。じゃあ次、入学後の具体的な変化っていうところも聞いていきたいと思うんですが、売上面であったりとかそういったあたりはどのように変わりましたでしょうか。売上面はですね、講義の中でこんな風にして実践していくんですよっていう具体例がすごくあるじゃないですか、はい、それをそのまま本当に次の日だったりその日のうちにインスタグラムだったり公式 LINE だったりとかのベースに落とし込んでいくことで、明らかに今のフォロワーさんたちが食いついてくれるというか、興味をすごく持ってくれるっていうところにすごく感触を得てですね、そこから実際にお申し込みっていう形を作れました。じゃあ売上面的に言うと、今入学して2ヶ月目でね、この動画を撮影させていただいてるんですが、まず入学1ヶ月目の売上はどれぐらいでしたでしょうか。1ヶ月目で220万円いきました。2ヶ月目は2ヶ月目320万になります。2ヶ月で540万円です。素晴らしいですね。2ヶ月で540万という売上をね、入学2ヶ月間で約60日ぐらいの期間で上げられているということで、その秘訣ってところにこれから具体的に聞いていきたいと思うんですけども、まさみさんが今回 SNS 集客で成果を出した秘訣について、実際まさみさんのインスタグラムをね、画面共有しながら具体的にね、ポイントとかを聞いていきたいと思います。はい、今こちらまさみさんのインスタを表示させていただいたんですけども、今ねフォロワー数が817人ということで、スピ企業で伸び悩む人の救世主ということで、こういったプロフィール文章とかもね、初回コンサルの時に一緒に作らせていただきまして、今こういった形でね、しっかりと統一感のあるようなデザインで発信されていらっしゃるわけですけども、インスタでね意識されたポイントについて聞いていきたいと思うんですが、そのリールに関してね、意識してるポイントとかがあれば教えていただけますでしょうか。統一感を持たせるようにっていうことにすごく意識をしました。これまではそういったことはあまり考えたことがなかったので、インパクトっていう意味でしか分かってなかったんですね。そこをタイトルだったりとか内容を、まだではあるんですけれども、北野さんが教えてくださってる内容をすごくリサーチをして、そこから一歩先に行った内容っていうところをすごく意識をして発信するようにはしました。弊社ね、リールのポイントとかを抑えていただいてから、再生回数の変化っていうところはいかがでしょうか。これまでは頑張っても2000とか3000いけばいいぐらいだったんですね。どうしたらいいんだろうっていうふうに思っていたところ、本当に学んだ通りにしたところ、1万再生というのが何本か入ってすぐに結果が出ることができまして、すごく嬉しかったです。現在今まさめさんもこういう形でね、テロップリール、アフレコリールみたいな形で画角をね、細かく変えていただいて、そこに文字を入れていくというようなね、形でされていらっしゃいますけども、直近とかでも例えばこちらとかもね、1万再生とか達成されていますし、フォロワー数が数百人台でも質の高い動画を上げていけば、直近とかの6790再生とかね、リールっていうのを回していくことが可能なので、クオリティマーケティングっていうところで質の高いリールをね、アップしていくっていうところ、重きを置かれてやられているということだと思いますが、その他になんかリールでこういうことを意識してますみたいなポイントがあれば教えていただけますでしょうか。これまでは話すタイプのリールっていうのが非常に苦手だったんですね。なので文字を音楽に合わせてテロップっていうのをしてたんですけれども、入学してすぐになんかすんなりと声に出してた方がいいんだなだったりとか、自分が出てた方がいいんだなっていうふうにすんなり切り替わったというか、北野さん潜在意識のこともされてるから、そういったことも組み込まれてるのかなっていうふうに私は感じたんですが、しっかりとね、この発信のテーマとかもそうですし、編集とかもね、結構まさみさんも都度都度改善をされていらっしゃるからこそね、ここまで再生回数をね、キープされていらっしゃるのかなと思うんですが、本当にありがたいことにすごくサポートしてくださるので、どこを改善したらいいのかっていうことがすごく分かりやすくて丁寧に教えてくださるので、そこは本当に助かってます。ありがとうございます、うん、では次ですね、インスタのストーリーズ意識してるポイントとかあれば教えていただけますでしょうか。ストーリーで意識してることは、これまでは何かインパクトのある内容だったりとか、フォロワーさんたちと交流するっていうことだけに意識をしてたんですけれども、それだけじゃ今ダメなんだなっていうことを理解してから、価値提供していくっていうことだったりとか、私の思いですよね、どうしてこの思いでこのスクールだったりとかコーチングをしてるのかだったりとかっていうことと、あとはターゲットの層の人たちがどのような悩みを持っているのかっていうところに訴求をして発信するようにしていきました。これはテンプレートの通りにしていたところ、すごく見てくださるパーセンテージがぐんと上がりました。 30% ぐらい上がったと思います。すごいですね。ストーリー閲覧率が 30% ぐらいまでね、上がったということで、大体 10% いけばね、最低ラインと言われる中で 30% はかなりね、高いので、実際まさみさんもね、弊社のこのストーリーズの実際の画家のテンプレートを活用していただいたりとか、あとはデザインとかクリエイティブ面とかもね、ストーリーズって画面がごちゃごちゃしてたりとか、デザインがダサくなっちゃうっていう方結構多いんですけど、そこも結構スピリチュアルの中でもすごいスタイリッシュにね、おしゃれな感じで、しかも見やすく伝えたいことがバシッと刺さるような発信をされているっていうところが、ストーリーズ閲覧数が 30% までいってるポイントなんじゃないかなというふうに思いますね。あとはライブ配信とかなんか意識してるポイントとかがありますでしょうか。ライブ配信でも私はもちろん学んでるところ、北野さんのこの観点サイトの中から見させていただいたこともあるんですけれども、北野さんが発信されているライブの流れというか、そこをちょっと真似させていただいて、これはいわゆるちゃんとプレップ法に基づいた、もうちょっと高度なものだと思うんですけど、北野さんのされていることが、いわゆるプレップ法が分かりやすくされてるなっていうところを、ちゃんとライブ配信の前に計画を立てていって、そのまま話していくってことをしたところ、そこはすごくコメントが多くなったりとか、感触をすごく得ました。全然コメントがなかったんですね、これまではライブをしても。コメントで賑わうような、すごい楽しんでいただけるような、で後から DM とかもたくさんいただけるようなライブ配信っていうのができるようになりました。ありがとうございます。うちの関わらずライブのね、配信のテンプレとかプレップ法とか、それ以外にもどういう風な構成で30分1時間ライブを話していけばいいのかっていう構
構成の台本があるんですけども、そこの中で実際にコメントを誘発していくだったり、また同時接続数が最初少なくて悩んでるって方も多いと思うんですけど、同時接続数を最大化させるためのね、そういったポイントだったりとか、そういうところもね結構お伝えさせていただいてるわけですが、まさに本当になかなか今日は来てくれないなっていうところで落ち込んでいたんですね。一気中しちゃうみたいな。あの子はね落ち込む必要もないですよっていう教えてくださったので、そこもちょっと視点を切り替えて、ある程度人数が集まってから本題に入っていくっていうところ、そこをすごく意識して行っていたところ、本当に途中からどんどん増えていったりとかっていう風な感触を得ました。これちょっとワンポイントアドバイスとして、この動画見てくださってる方でも、よくライブ始めてすぐに本題の話しちゃう人って多いと思うんですけど、だいたいライブって始まってから20分ぐらい経たないと視聴者の方集まってこないっていう話があって、だからある程度温めていってピークに達してから本題の話を入ったりとか、ノウハウを話すっていう、その山場を作るっていうのもね結構ポイントだったりするわけですけども、本当にまさに今まで何してたんだろうと思います。なんかこんなんから早くやめちゃいたいと思って先に話しちゃうみたいなことをしてましたけれども、もったいないことしてましたよね。今学んで本当によくわかりました。実際にうちの受講生さん、まさみさんもそうですし、その他の方も売れてる方ってほぼみんなライブやってるんですよね。それこそフォロワー数百人でも、月商でまさみさんみたいに数百万売り上げ上げてらっしゃる方、ライブがあるからこそしっかりと参加が進んで売り上げにつながっているということがあるので、この動画見てくださってる方もね、ぜひ、いやまだ自分今100フォロワーだからとか200フォロワーしかいないからではなくて、100フォロワーしかいないからこそ今のうちからライブをどんどんやっていこうっていうね、そうすることで既存フォロワーさんとのコミュニケーションもどんどん活性化していきますし、あなたの商品を買うお客様は基本的にあなたのライブを見てますよっていう考え方があって、ライブの同時接続が5人しかいませんって思うかもしれないけど、でもあなたの商品買ってくださる方、その5人の中にいる可能性がかなり高いですよ。逆にライブ見てない人は商品売れなかったりするので、ってことはその5人のお客さんを大切にしていくと、それが10人15人20人ってちょっとずつ増やしていくことができるので、そういう意味でもね、数は少なくてもしっかりとライブを継続していくっていう、ここのマインドはね、まずしっかりと皆さんも抑えていただけたら嬉しいなというふうに思います。視点が変わりましたね。ポスさんもだってすごい数のライブをされているので、いつ休んでるんだろうっていうふうにそこはすごくついていきたいなっていうか思いました。だからライブ配信嫌だなとか出づらいなっていうのが全然概念が切り替わったっていう感じでしたね。本当に歯磨きと一緒で、お風呂入るのと一緒で、やらないと気持ち悪いみたいなね感覚に途中からなってきたら、もう習慣化でできるので、モチベーションと切り離してね、歯磨きとセットでライブやってから歯を磨くみたいなねセットでやっていただくと皆さんもいいんじゃないかなと思いますけども、はい、次 LINE の配信でなんか意識されたポイントとかがあれば教えていただけますでしょうか。本当にもう目から鱗だったのが連動させるっていうことでした。公式 LINE と Instagram ストーリーを連動させるっていうことを今までしてなかったのを、ストーリーに載せたことを公式 LINE に載せたりですとか、公式 LINE に載せたことを公式 LINE のものをちょっとアレンジしてストーリーに流したりとかっていうことを学びの中にあったので、そこをこう実践してみたところ、すごい反響があったんですね。あ、こういうことなんだっていう風にすごいワクワクしたっていうか、いわゆる LINE の配信に使ったネタをストーリーズのネタで使ったりとか、もしくはストーリーズでアップした内容を LINE に流したりとか、あとはインスタライブの告知も LINE でやったりとかすることで、 LINE 読者の人にライブに来てもらうことで、そこからまたフォロワーが増えたりとかっていう、インスタと LINE 双方で行き来してもらうことで、よりいろいろな情報を多角的にお客様を刺激していくことができて、多面的に教育をしていくことができるっていうところですよね。まさにおっしゃる通りで、お客様からのメッセージに、今回の内容が私の内容にぴったりでしただったりとか、まるで私のこと言われてるようですっていう風に言われることが多くなりました。なので皆さんもぜひね、インスタと LINE はぜひ連動させてですね、組み合わせて使っていくとかですね、ライブの告知も絶対 LINE でも流した方がいいですし、そういうところちょっと意識していただきたいなと思いますけども、あとは最後セールスとかですね、販売の部分で意識されたポイントとか、あとは販売までの具体的な動線、個別相談で販売されているのか、セミナー説明会なのかってところも踏まえて教えていただけますでしょうか。マンデーセミナーっていう風に私の方でもセミナーをしました。セミナーをして、その後に個別相談っていう流れを作って、そして個別相談の方から申し込みっていう風な、そんな流れになりました。セミナー無料でされていらっしゃると。はい、無料セミナーにしてます。無料セミナーされていて、今回ね入学して今2ヶ月目でこの動画撮らせていただいてるんですけど、制約率でいうとどんな感じでしょうか。何名の方に来てくださって何名がご契約みたいな数値感でいうと、今のところだと 100% です。すごい、制約率 100% っていうね驚異の数字が出されていらっしゃいますけど、その制約率 100% のね秘訣とか、まさみさんどうやったらそんな数字出るんですかって知りたい方多いと思うんですけど、具体的にどういったあたりをセールスとかで意識されていらっしゃいますでしょうか。これまでは商品の説明っていうところに力を入れてたんですね。来たい人がいるのかなっていうふうに思ってたんです。なんですが、これは本当に北野さんのワンデーセミナーに参加をさせていただいた時の衝撃をそのまま利用させていただきまして、もちろん入学した後にテンプレートもありましたので、それをそのまま活用することによって、商品の説明っていうよりかは価値ですね。お客様に未来を見せるだったりとか、この必要性っていうところをすごく細かく伝えていくようにしました。伝えていくっていうか会話していくような感じ、そしてよりお客様のお話を伺うようにっていうところをすごく意識していたところ、結果やりたいですっていう風な、こちらからご案内しなくても言ってくださるような流れになりました。素晴らしいですね。お客様の方からね言ってくださるということで、実際によくセミナーとかだとね、講師が一方的にバーってマシンガントークして受け身で終わっちゃうっていうのって一番売れないセミナーって僕も呼んでいて、コミュニケーションをねしっかりと取っていく、具体的なその方
方法だったりとか、あとはそのセミナースライドのね作り方とかもね、どういう順番で伝えていくのかによって価値の伝え方とか刺さり方って全然違ってくるから、それだけで制約率って本当に3倍ぐらいね大きく変わったりする場合もあったりしますので、そこもしっかりとね構築されていて、うちの学科でもねセミナースライドとか営業資料の添削とか僕がさせていただいたりもしてるんですが、まさみさんもそこしっかり構築していただいて2ヶ月で540万という売上をつながっているのかなというふうに思いますけども、北野さんにはこれからたくさん添削していただきたいなと思ってるんですけれども、はい、ぜひぜひ。スライドの部分に関してはこれまで結構スライドにたくさん文字を入れてたんですよね。なんですがそれはちょっとやめて、文字をすごく少なくして、そこで説明ってよりかは事例をたくさん挙げるようになってですとか、そういったことをしていきました。今回やったらまさみさんだったら潜在意識とかスピリチュアルにおける実際の事例だったりとかエビデンスとかをたくさん見せていくっていうところですかね。はい、はい、学びというよりかは楽しめるようなスライドにしていったっていうところが、私も実際にワンデーセミナー受けさせていただいた時にのめり込んでいくような意識があったので、そこを意識して作らせていただきました。具体的にありがとうございます。最後ですね、改めて入学して良かったこととかがあれば、ね、教えていただけますでしょうか。たくさんあるんですけれども、私の方で潜在意識っていうのをこれまでもずっと学んできているっていうこともあると思うんですけれど、人のエネルギーっていうのを熱量みたいなものをすごく感じるんですよね。ゴリゴリのエネルギーっていうことじゃなくて、非常にスマートな本当に高いエネルギーを感じるんですよね、すごく北野さんのところに入って。なのでそこはすごくいい影響を与えられてるなっていうのをすごく感じます。だから他の生徒さんたちの意識もすごく学ぶ姿勢っていうか、そういったところも素晴らしく、多く気づきを得られるようなスクールだなっていうところが一番感じてるところでもあって、だから私も負けずにというか、みんな仲間なんですけど、変な仲間意識とかではなくって、ここでしっかり結果出してみんなで切磋琢磨していくというか、みんなで結果出していきたいなっていう本当にナチュラルな気持ちで、そんな風に思えるところが良かったなっていうふうに思います。最後ですね、この動画見てくださってる方でもこれからね SNS マーケを始めていきたかったりとか、あとは弊社の実践 SNS 集客学科にちょっと興味はあるけどまだちょっと一歩踏み出せないという方もねいらっしゃると思うんですけど、そういった方々に向けて最後まさみさんからも何か一言メッセージがあればいただけますでしょうか。この SNS を最大限に活用して本当に最速に結果出していきたいなっていう方には、うん、本当に北野さんのスクールおすすめです。最先端の技術だったりとかっていうものを本当にちゃんと分かりやすく教えてくれるだけじゃなくて、しっかり見てくれるっていうところが、とにかく最速な結果を出せるっていうところがあるので、絶対にいろんなところでジプシーになってる方がいたらぜひ北野さんをお勧めしたいって心から思います。実際に私も皆さんに勧めてますありがとうございます。嬉しいお言葉では最後なんですけども、この動画の概要欄にもですね、まさみさんのインスタグラムのリンクと LINE 公式アカウントのリンクも貼っております。こちらもぜひねすごい勉強になるのでチェックしてみていただきたいと思いますし、今だけまさみさんの LINE 登録いただくとなんと豪華プレゼントがねもらえるということで、最後簡単にこの LINE 登録のプレゼントに関してもご説明いただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。今回私の LINE にご登録いただきますと、読むだけで潜在意識が勝手に味方をしてくれて、財務もお金も自由自在に手に入る具現化ブックっていうのをプレゼントさせていただきます。で、今ご登録いただいてすぐにプレゼントとしてお渡ししているものは、魂の趣味を見つけて最速で月7桁を引き寄せるロードマップっていうのをプレゼントさせていただいています。ぜひご登録してください。ぜひ、ね、皆さんこちらもチェックしてみていただけたらと思います。はい、ということでね、まさみさん本日はお時間いただきまして本当にありがとうございました。ふなこさん、ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。はい、今回も動画を最後にご視聴いただき本当にありがとうございました。最後に私から特別なご案内があります。下の概要欄からこちらに出てる私の LINE 公式アカウントに登録いただきますと、僕自身が今まで4年間で累計14億円売り上げてきた SNS マーケの本質をまとめたこちらに出てる豪華11大特典っていうのをプレゼントさせていただいております。それでは一つずつ詳しく見ていきます。1つ目、毎月2000万売れる SNS× ライブ動画マーケティング徹底解説講義動画。2つ目、月1000万売れる SNS 集客改善徹底解説動画講義。3つ目、文字だけでバズるリールショート動画集客完全講義動画マニュアル。4つ目、問い合わせが爆増する LINE リッチメニューの作り方徹底解説講義マニュアル。5つ目、 SNS マーケで高額商品が爆売れする魔法のテクニック大公開完全講義動画マニュアル。6つ目、月100人集客できるインスタライブ集客完全ロードマップ。7つ目、業界最先端のインスタ集客ノウハウを詰め込んだインスタグラム超集客を電子書籍。そして8つ目、一番優しい LINE でステップメール配信術電子書籍。9つ目、プロが教える5ヶ月でインスタ1万フォロワー増やすインサイト分析完全攻略講義動画。10個目、インスタインサイト分析の自動計算テンプレシート。そして11個目、 LINE× インスタ超集客をプレミアム攻略セミナー、通常参加費1万円のところが無料で参加できるプレミアム参加チケット。これら豪華11大特典を無料でプレゼントさせていただきます。こちらのね11大特典なんですけども、ぜひ概要欄から私の LINE に登録いただいて、こちらに出ている11大特典とですねそのままメッセージを送りいただけましたらプレゼントがね自動で届きますので、ぜひこちらを手に入れて、ぜひ皆さんの売上アップそして集客を加速させるためのヒントとしてねご活用いただけたら嬉しいなというふうに思います。それではね、これからも日々有益な情報をどんどんお届けしていきますので、これからの動画もぜひ楽しみにしていただけたらと思います。それではね、今回の動画も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。